それではフォッサマグナの形成実験を紹介します。フォッサマグナは日本列島の真ん中にある、大きな地質構造です。フォッサマグナというのは大きな溝という意味で、日本列島がアジア大陸から離れてきた時にできた、大きな溝だというふうに考えられています。で、今日は、このフォッサマグナがどのようにできたのかということを、小麦粉を使って実験してみたいと思います。で、準備するものは、まず小麦粉、きな粉、物差し2個、非常に簡単な準備する道具で、やることができます。で、まずですね、どんなふうにやるのか、概略を説明していきたいと思います。まず日本列島を、小麦粉で表現します。まずこのような、そうですね、長辺15センチ、短辺8センチくらいの、小麦粉の、立体を作ります。で、これが日本列島ですね。で、もともと、この日本列島というのは、こちらがアジア大陸。もともと日本列島はアジア大陸の一部だったわけですね。で、この四角が日本列島です。で、まず最初に、日本列島ですねを作ります。小麦粉でちょうど上から見た図ですけども、日本列島を作る。2番目、2番目には、ここに2枚の物差しを置きます。で、それで、この物差しをですね、こちらが、太平洋に当たるわけですけども、太平洋、ここにこう回転しながら押し出すようにします。で、そうすると、小麦粉がこのように割れます。ちょうどここに物差しがあって、こんなふうに回転して押し出したというわけですね。で、ここの割れ目がフォッサマグナになります。別に真っ二つに割れるのが正解というわけじゃなくて、いろんな割れ方がすると思うんですね。で、小麦粉ですから失敗すればまた壊して、すぐ成形して、さらにまた次の実験をすることができます。で、フォッサマグナで溝ができたら、次に溝に粉をスプーンで埋めます。この赤いところがきな粉ですね。きな粉。で、このきな粉がフォッサマグナが割れてできた海にたまった地層ということになります。で、今度は物差しをここに外側にあてがいます。日本のやつで、そうして今度は手前に閉じるように、こうですね、これをこうして
まあこうだね、こんなふうに縮めます。でそうすると、この辺が盛り上がって、まあ山ができる。でこれがですね、現在見る、フォッサマグナを、まあ、再現しているということですね。日本列島が割れて、フォッサマグナができて、そこに新しい地層がたまって、こう日本列島が2つのプレートで圧縮されることによって、フォッサマグナの西側に、まあ、高い日本アルプスができている、まあ、こういった過程をこの実験で再現してみたいと思います。まず準備するものですが、小麦粉、きな粉、物差し、2枚ですね。でそれで、この小麦粉から、このような、まあ、大きなスプーンで3杯ですね、まあ、3杯、こちらの箱に移します。でさらにこう小さなカップを用意してもらって、きな粉を、適当量ですね、このように移します。まず小麦粉を、日本列島の土台となる小麦粉を、机の上に、開けます。でそうしたら、2枚の物差しで、このように、成形して、さっき言ったような、まあ、大体でいいんですけども、15cm×8cm、まあ、とか 7cm とか 6cm とかそれぐらいの四角を作ります。である程度このようにこう少しこう押して、弱い力で押して、日本列島をこうちょっと押し固めます。あまりこう強い力でやる必要はないんですが、うん、でこれで日本列島が完成です。でこちらが、まあ、アジア大陸ですね。まあ、今から2000万年前に日本列島はアジア大陸の一部でした。でそれが、まあ、地殻変動によって日本列島がアジア大陸から離れます。まあ、さっきホワイトボードで説明したように、2枚の物差しを置いてこう外側に押し広げる。こんな風に。でこれがまあ、フォッサマグナの、まあ、誕生ですね。アジア大陸があって、日本列島がこう弓なりになりながら太平洋の方に押し出してきます。でその時の裂け目がフォッサマグナだということですね。でフォッサマグナが割れたことによって、海が入ってきました。ですなわちここがフォッサマグナ海峡なわけですね。でこのフォッサマグナの海で、まあ、何が起こったかっていうと、周りから土砂が運ばれて、このフォッサマグナ海峡が、地層によって埋め立てられていきます。まあこんな風にフォッサマグナを地層で埋め立てると、まあ埋め立てたら物差しで少しこう平らにしてもらいます。でフォッサマグナが地層で埋まりました。で今度は新しい時代には太平洋の方と、大陸の方ですね、まあ、プレートがこうギュッとこう押されてます。それを
このまた2枚の物差しで、その力の関わり方を再現します。さっきはこう開いたんだけども、今度はこちらに物差しを置いて、ゆっくり今度はこう縮めます。これが日本列島の圧縮を表しています。でこう徐々に縮めていくとどうなるかって感じだな。そう、だいぶ変形しましたね。割れ目も入ってるし、割れ目が入ったところに、地震が起こるというわけですね。でそれで、よく見てもらうと、圧縮したことによって、表面が盛り上がってますよね。この辺のフォッサマグナだとか北アルプスに相当するところが盛り上がっている。でこんなことで日本列島が大陸から離れて、でフォッサマグナができて、で溜まって、で日本列島が圧縮の場に変わって山々ができていくという、そういった過程を簡単に再現できました。さらに、この小麦粉実験の利点としては、フォッサマグナの断面を簡単に見ることができます。どうやるかっていうと、任意の点でグサッとやってこうやる、グサッとやってこうやる、でこんなふうにして、フォッサマグナの北部、中部、南部というふうに断面をですね、観察することができます。で、実験が終わってもう一度やってみたい場合は、そうだな、資料節約のためここで割ってみると、これが日本列島、こちらがフォッサマグナの元になるキナコになります。ちょっとほどかしといて、でまたこんなふうにしてこうして、ダマになるとちょっとまずいので、こんな包丁で叩くように、ダマをなくして、こんなふうにしてまたこう鳴らして、またやり直すことができます。これ一緒に2点ですね。でまた今度はどんなふうに割れるのか、やってみたらどうでしょうか。割れちゃった。以上です。